ソルビトールはグルコースを還元し、アルデヒド元をヒドロキシ元に変換して得られる糖アルコールの一種。ソルビット、またはグルシトールとも言う。甘みがあり、食品添加物などに用いられる。バラ科ナカマド属の植物から発見された糖アルコールのため、ソルビトールと命名された。バラ科の植物は、光合成産物のデンプンを古い管を通じて、転流するときに、 澱粉の加水分解で生じたグルコースをソルビトールに変換する。スターキングデリシャスなど、リンゴの品種の一部では、果実内に転流してきたソルビトールを、グルコースやフルクトースといった糖に変換する。代謝系が果実の成熟に伴って停止しても、果実内へのソルビトールの転流は継続する。そのため、果実内のイカンタバ周辺にソルビトールが蓄積して、 いわゆるリンゴの蜜と呼ばれる半透明部分を形成し果実の成熟の指標となる。ソルビトールは動物の体内ではグルコースをアルデヒド元の還元によってソルビトールにした上でサイド別のヒドロキシ元を参加しケトン元とすることでフルクトースを生成する。そのため生死の活動時の栄養源として生液中のフルクトースを合成する性能内に その存在が確認されている。人の糖尿病性神経障害の原因の一つが神経にソルビトールが溜まることであると考えられている。アルドース還元酵素によりソルビトールが作られるのでアルドース還元酵素阻害薬という薬でこの酵素の働きを抑えて生成されないようにしている。ソルビトールは歯科高校衛生分野において甘味料、 純在としてて広く用いられており一般に虫歯の原因にならない酸を生成しないという宣伝がされていたりするが実際には砂糖より速度的により遅くはあるが酸を生成しその酸が虫歯の原因になる可能性があるまたストレプタコッカスミュータンスを含むストレプタコッカスにはソルビトールからの酸生成を行う能力があることが知られている 同じ重量の砂糖と比べて、カロリーが75%程度と低いため、ダイエット食品、菓子などの低カロリー食品の甘味料として使用されている。しかし、甘味度は砂糖と比べて60%程度しかないので、同じ甘さを得るためには、砂糖よりも多く加える必要がある。また、水に溶解する際に、吸熱反応を起こし、口の中で、 ひんやりとした感触がすることから、飴、ガムやスナック菓子などに清涼剤として用いられる。かまぼこなどの魚肉練り製品に砂糖などとともに添加することで、水分を保持しやすく、冷凍しても変質しなくなるほか、成形後の製品の食感を保持する効果がある。このため、改良剤としても使用される。また、黄金かまぼこと呼ばれる商品では、タンパク質が 糖網の反応を起こすことで金色に発色させる効果も利用されている。歯磨き剤、先行液、うがい薬、下剤、栄養剤、肝腸液などの医療用途にも使われている。保湿剤、増粘剤として化粧品に添加されている。品質保持、凍結防止、透明性向上などの目的で、うがい薬や練り歯磨きにも添加されている。硝酸カリウムと混合して、 模型ロケットの燃料に使われる。キシリトールと甘味料例えば、キシリトールを使用した菓子の商品テスト結果、PDF 形式などにおいても、そのことが確認できる。ありがとうございます。